どうも、東大現役大学院生の弟と、工大卒のエンジニアの兄がお送りします。今日のタイトルは、父の日プレゼント、何をプレゼントしようかということで、もうそろそろ今年も父の日がだいぶ近づいてきてるんだけど、父の日、まあこの前母の日はあれだよね、カーネーション送りましたね。そうだね。そうで、今度父の日はじゃあ何プレゼントしようかなってことで、まあ今回、まあ二人で考えたものがそれぞれあるから、ちょっとこれをなんだろうね、まあ、配信していこうかなと。はい。父の日は6月21日だよね。6月21日だ。6月21日、はい、皆さん間違いないようにしてください。はいはい。じゃあまずそもそも父の日どうなのっていうことなんだけど、これ楽天の、まあ、ホームページから取ったデータで、はい、まあ、まずまあ、こういう結果になってて、毎年必ず父の日やってますよっていうのが 32% っていう数字ですね。意外と少ない。そう、意外と少ない。でも、だいたい半数が、半数じゃないか、7割か。7割ぐらいが、まあ、父の日、毎年してなくて、もうほとんどしたことないよっていうのがもう半数いってるわけでね。だまあ、これ見てる、視聴者の方はね、ぜひ今年は何か些細なプレゼントでもいいから送ってもらいたいなというふうに思いますね。そうね、僕たちしかり。はい。ということで、じゃあまずは兄の案だね。そう、僕の案として、まあ一つ目サンダル、二つ目傘、三つ目マウス。マウスはパソコンで使うマウスね。っていうのがありますと。まず一つ目、一つ目サンダルで、まあ、なんかサンダルメンズとかで調べると、このビルケンシュトックのメーカーっていうのは結構出てきて、やっぱ人気があると、街中でも結構見るかな。そうで、まあ、正直これ、あ、僕も欲しいなって今思ってるサンダルなんだけど、そう、この、まあ、白か黒か、なんだろう、かかとがない分、まあ、スッと履きやすいサンダルだから、なんかちょっと外出るときとかすごい便利かなと思って、まあ、これをあげてますと。なるほど。まあ夏だしね。このちょうどこれから夏、まあ梅雨があって夏になるから、暑いとやっぱサンダルがいいかなと思って。確かにサンダルも結構ね、かっこいいの履いてるとちょっとおしゃれだなって思うよね。そう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 。なんか百均とかなんか、どうでもいいようなサンダルではなくて、まあ、ちょっとちゃんとしたサンダルかな。プレゼントしようかな。1個目のアイディアはそんな感じ。なるほど。はい。2個目。で、2個目は傘立て。これは、まあ、オクラの形したおしゃれな傘立てで、まあ、5本まで傘を立てることができますと。ちなみにこれは、僕の誕生日の時だったかな、弟が。買って送ってくれましたね。そうだね。はい。これは今も結構使い勝手がいいし、なんて言っても置くスペースが小さくて済むから。そう、だから、これ実家にあったらいいねっていう。じゃあ次。これね、エルゴノミクスマウス。まあ、エルゴノミクスって、まあ、人間工学って言われるんだけども、なんだろう、その、作業する人が、その、苦じゃない。要は、なんだろう、この人間の動作が、動作に基づいて、負担の少ないようなマウス、設計がされているもの。で、これ僕実際に使ってるんだけど、今会社で仕事で普通に使ってるマウスがこれになるんだけども、まず見た目斬新だよね。これだいぶ斜めってる。だから、最初これ会社で使い始めた時に、あれ？何これ？マウス？みたいな、ちょっとみんなに驚かれたりはしたんだけども、これ結構使ってると、その、肘の負担とか手首の負担が全然なくて、すごく使いやすいマウスだね、これは。なるほどね。そう、なんかすごいフィットする感じがするから、手に。うん、うん、うん。そう、で、父親もよくパソコンとかはするから、これとかは結構、重宝されるんじゃないかなと。そう思って、まあ、僕が推薦したんです。確かにパソコン作業多いと結構いいよね、こういうの。そうそうそう。じゃあ次は僕の
いきます。はい。まあ、まずビール、名刺入れ、アイピロー。まあ、アイピローってあの、目が疲れた時に、目にやるやつなんだけど。あれね。そうそうそう。まあ、ビールは、なんだろう、もう代表格だよね。はいはい。の日で、まあ、ビールを送るっていうのは結構、毎年人気だから。ああ。そう。で、これは6本入ってて、おまあ、いろんな、こういう味が楽しめますよっていう。ああ、ビールありだね。そう。ビール結構いいかなと思って。確かに。結構これ定番だな。うん。最初にパッと思い浮かばなかったビールは。そう、意外とね、まあ。ビール定番だから結構いいかな。ああ、まあ、そうね。うん。で、まあ次は、うん。これ、名刺入れ。まあ、おしゃれだな。そう。名刺入れとか結構、小物とかすごい、おしゃれなの持ってると、より一層、なんだろう、おしゃれ感が出るじゃん。うん。そう、会社員とかだったら、結構名刺入れは、いいかなって思って、うん。なるほどね。まあ、うちの父親の場合は、名刺交換をそこまでするかどうかわからんけど。うん。まあ、名刺入れは、まあ、絶対使わないことはないからな。うん。おあれば便利かなっていう。確かに。古くなってたりしたらいいよね。うん。新しいのね。なるほど。次。はい。これね。アイピロー。麦の温冷アイピロー？そう、これだから、あったかくもできるし、冷たくもできるってやつだと思うんだけど。へぇ。そう、結構、なんだろう、画面見て目疲れるっていうのが、すごい、最近多いんじゃないかなって。在宅とかも増えてね。まあ確かにね、それはあるだろうね。そうそう。だこういう目の保養とか、おそういうのもあればいいなっていう。これなんか意外と高くね。意外と高い。そうだから安いのじゃなくてちゃんとしたのっていうね。何これ、温めたり冷やしたりは、冷蔵庫入れたり電子レンジでチンしたりなんかね。どうなんだろう。まあでも多分そんな感じなんだろうな。うん、結構レンジで温めるってのは多いよね。あるよね。うん。これ、中からちょっと選ぶのあれだな。難しいな、うん。どうしよう。これ冷蔵庫で冷やすんだって。あ、冷蔵庫で？そうそう、冷やすのはね。うん。うんうんうん。なるほど。うん、っていう感じだね。目だけ。いやー、どうしようか。うん、まあ、どうしようかでちょっと悩むのは、またあれかね。うん。この配信とは別でちょっと話し合って決めますか。まあそうね。うん。まあビールはおすすめだけどね。ね、ちょっと今のところビールは割とありだな。てかビールにしようかな。うん。あり。という感じで。まあ今回もこんな感じかな。まあ今回はとりあえず父の日プレゼント何にしようってことで、まあ二人で理系兄弟が考えたということで。うん。はい。まあ、ぜひ参考にしていただいてもいいですし、参考にしていただかなくても大丈夫なんですけど。はい。まあそうだね。ああ、うん。じゃあ今日はこんな感じで。はい。6月21日に父の日なんでね。はい、6月21日ね。はい。はい。はい。じゃあそれは、ね。はい、じゃあ。じゃあ、今回もこんな感じで、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。